こんにちは、みゆです。森です。本日は、足立区西新井にあるプライベートゴルフクラブ321さんにお邪魔してます。本日も私の100切り企画でまたレッスンもお願いしております。よろしくお願いします。前は本当にただ単純に立てる、直角に立てます。上げてきた時は2時、はい、この時12時1、もう振っていきますよ。だってなったらミュージアから見ると10時、はい、12時12時を2時10時にしました。なるほど。はい、ではちょっと今続きまして、ドライバーショットに行かせていただきます。わかりました、お願いします。さっきの9番アイアンで打ったその2時10時だ、はい、のイメージでちょっと打っていきましょうか。はい、で距離がさっき70ヤードちょっとって言いましたっけ、はい、75ヤードぐらいだとしたら、まあ、大体150、まあ、70で140から150ぐらい、まあ、9番ヤード倍ぐらい、倍が大体ドライバーの飛距離の目安になるんですよ。はい、140ドライバーの目安になるので、はい、さっきの動作を意識しながらちょっとそこの数字140、150目指して打っていきましょう。はい、はい、またでもちょっと初めて打つかな、ウォーミングアップだってな。そうですね、はい、そうですね、ありがとうございます。しかもこれ足りたばっかりで、先生いいですよ。おー、いい、ワンス見せてくれてそうだな。前のドラウンドすっごい握ってましたもんね。はい今度はいいよ。今度は左に行くようになりましたね。 OK、 で、ちょっと構えてもらっていいですか。ドライバー構えます。で、ドライバーでちょっと注意してもらいたいことがアドレスで1点。はい、そこで手の位置がちょっと近すぎるんですよね、ここが。はい、もうちょっとだけ離してもらっちゃって大丈夫。このぐらいですね。寿司1個分って聞いたことあった気がする。まあ長いクラブになればなるほど、やっぱどうしてもボールとの距離が離れる分、やっぱ手元は離れやすくなるんですよ。へえ、はい。だから短いクラブだったらここ近くできますよね、パターとか特にするんじゃないですか、うん、それとこの長さを構えますって言った時に近すぎちゃうと詰まっちゃうんで、うん、長いクラブをさっきの2時の方向振っていきますよって言った時に、はい、近くなっちゃうと円が縦になっちゃいますよね。はい、手元で離れれば離れるほど変な話、野球の選手回していただきってフラットになりますね。はい、そういう時にもうちょっと距離離してあげると、さっき言ったそのなんか何じゃなっけ、2時10時かのスイングがしやすくなる。へえ、めっちゃ近くして試しにちょっと体感してみましょう。はい、頭で考えすごいこうやって近い状態から一回2時10時振ってもらっていいですか。無理でいいってでやるのと高めてください。構えます。あ、次でつって、そう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 、離れても、そっからちょっと2時10時で振る、振った時にどっちが振りやすいかな。こっちですよね詰まっちゃって詰まっちゃう、そうに、そうそうそう、感覚で、ここが近すぎちゃうとここに戻してこの外からグッて引っ張る動作が入りやすくなっちゃうんですね、うんうん、はい、左肘抜けますとか、外からすごいクラブがそこから近いですっていって、外からこうやって入ってきますっていったらペースどっちに行きますか。そう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 、また左行きやすくなっちゃうんですよ。なるほど、そうそう左でも行きやすくなってくるし、アウトサイドインになるんで、はい、アウトサイドインってどう、外からそう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 、内側になるとこう入るから、まっすぐ来てたとしてもボールは右に回転しやすくなる。へえ、はい、右にバーンって抜けやすくもなってきちゃうんで、そう、それちょっと動作するのに気持ち離れて歩いていいですか。へえ、すごい半信半疑だと思うんですけど、はい、とりあえずやってみましょう。分かりました。このくらいでよかったです。なんならもうボール離れていい。そう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 、え、全然これおかしくないですからね、ちなみに。わかった、ちょっと写真撮ってあげる。よいしょ、え、遠っ、
通ですね。超普通、超普通、超普通。で、ちゃんと肩の下にありますよ。あー、はいはい。まあ、一番最初の方に行った時の。そうでしたね。で、特に内側入っちゃってるんで。それこれってドライバーに限りのこの距離感ですか？ドライバーに限り、そうです、そうです。で、一番離れてるのが、ドライバー。これ。そう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 。っていう感じ。1回目の大会でずっと近かった。最初は逆なんです。手元が動いて高すぎちゃったタイプなんで、あ、それをまず下げましょうっていう動作が先入ってたと思うんですよ。そうです、ね、一番最初 やってますか。それが角になりすぎちゃったっていう。なるほど。まあ修正段階としては怒りやすいっちゃ怒りやすいんですけど、気持ちこんなに届くのってぐらい離れちゃって大丈夫。はい、どうした？大丈夫ですか？いや、いいですよ。結構離れてますよね、多分。離れてます、離れてるけど、これでじゃあ10時、2時で、はい、オッケー。そう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 、いいじゃん。ちょっとこう、こっち戻って、ま、そうですね、戻ってきてます。そうそうそう、うん、確かに離れると振りやすいです。振りやすい。それは分かりました、今。あとどのくらい離れるかな。いいですよ、いいですよ。戻っていきましょう。 OK、 ナイス、よいしょ。いいよ、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 伸びてるよ、伸びてるよ。最初は不安だと思うんですけど、不安ですね。なんかこう届かなくてこっちに当たっちゃうんじゃないかなっていう。大丈夫、それ2時で回収、あ、10時で回収するんで大丈夫。へぇー。そう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 。10時足りずって感じですね。はい、10時足りず、はい。うん、だって、うん、ちょっとね、ティーってもうちょっと上がると少しやりやすくなるかな。肩ドルドルって。あ、すごい。あ、すごい。すごい。ちょっと。全然いいんだよ。あ、いいよ。いいよ、いいよ。いいじゃん、いいじゃん。 OK、 もう一回。140とかが出るポテンシャルとしてある。ポテンシャルとしてはサバの遠心力ですよね。クラブがこう与えてくる力、後ろに行こうする力にちょっと負けちゃう、振り遅れちゃうところですよね。遠心力に負けないようにもう向き2時に急いで持っていくっていうのがヘッドスピード上げる。はあ。で、距離が伸びる。急いで2時に持ってる。ちょっと振られちゃってる感じ。ちょっと急いで2時持ってきます。やってみます。そう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 。できるじゃん。おまだ早い、まだ早い。でも本当にポテンシャルの140に到達しました。いや、まだ到達してない。あと3ヤードね、3ヤードね。そう、でもヘッドスピードがさっき 32.1 だったかな、うん、早く振るんじゃなくて急いで2時持っていこうとするだけで大体 2近くヘッドスピード上がる、そうすると2ヤードでも20ヤードぐらい上がってくるんで。そういう換算なんですか。そう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 、まあ、単純でいくと、そう。それだけでも興味があるんです。すごいね。本当になんか今気持ちが伝わってきたもん、こっちにも。急いでるのと、その2時、10時、そうそうそう、そっち振り抜こうってのは伝わってきたもん。全身力に負けちゃダメなんですよ。小さい子が大人のクラブ振ってるみたいな感じになってる。ああ、もう慣れちゃってまーすみたいな。そうそうそう。なるほど。そう。それで2時に持っていく。はい、距離を乗せないようにっていうことですね。距離を取って、そう、距離を取って、うん、うん、ナイスよ、ナイスなの、ナイスなの、そうそう、これ
4もなかなかいい数字では、はい、R が右にいいですね、 R なんでちょっと右ですけど、うん、でもすごいいいと思う。へえ、だって前回のそのラウンドの時は 2.4 個じゃないじゃん、10.1 個、うん、そういうんですよ、うん、絶対そうだと思う、ね、数字で出たら絶対そうだ。さらにそこであれじゃん、立ち方すら右に食うだから、右向いて右にそんなもないとこ行く、最初からそこに来てればよかったんです。あれがあってダーンこうね、そうですよね、そう、でもここまで数字に出してもらえるとすごい、そうですよね、答え合わせができるとか、ね、そうです、うん、あでもこんなに離れるのも知らなかったな、そう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 、今のまっすぐです、12時とかすごい、あ、しかもそう、今まで 12.3 時、うん、そうそうそう、そのぐらい離れてる、はい、うん、もっと22で10時か10時の方に引っ張っていって、うん、はい、そう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 、はい、うん、そうそうそう、いいですよ、惜しい、なんならドライバーは本当に 10時と9時の間ぐらいのイメージです。10時以上もっと、そう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 、そのぐらいのイメージちょっと持っていいですか。そう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 。なんかさ、うん、あの細かく言うと多分なんかいろいろあると思うのよ、今ちょっと右行くのとかもあると思うけど、でも多分それをこうですあれですってやるとごちゃごちゃしちゃうから、今はそこあんまり余計なこと考えないでこれをちゃんとやっといた方がいいってことだよね。そうです、そうです、これで当たるようにした方がいいってことだよね。そうです、全てのショットに対してその2時10時まあ、やってドライバーだけもうちょっとこう距離を取ったり手とか距離を当ててあげるっていうところだけ、はい、頑張りますわ、はい、今の振りを、うん、はい、忘れないように、うん、はい、かしこまりました。だったら私も右とも左行っても、はい、そう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 、そこを意識してまずはその動きを定着させるっていう感じですかね。はい、ドライバーに関しては距離だけすごい違和感最初はそうですね、分かんなくなるように、はい、多分次のラウンドは楽だと思う、ここまで分かんなくなってきてるんであれば、へえ。ちょっともう一球やって締めましょうよ。これティーショットです、最初の第一が。弱いということです。なんでこんなにやばい。今何が通りますか。メンタルトレーニングがまた。そうですね。レッド。まあ要練習です。はい、練習で。以上、はい。さっきの2点。はい。かしこまりました。振る方向と結構。はい。と距離を取る。そうです。はい。それはちょっと今後練習かなりしていってください。はい。はい。かしこまりました。ありがとうございました。ありがとうございました。